はい、毎度どうも恐縮です。キビアスと申します。デッドバイデイライト、サバイバーでプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。なんかみんな集合してんな。よし、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょうか。さあ、ここ真ん中だな。ここに発電機あんな。あ、堕落の介入か。これ真ん中じゃない、これゲートだ。全然場所が違うな。さあ、堕落の介入が発動してますね。発電機何台分かな ?3 台か、4台かな ?2 分間封鎖されて、発電機触れない状態です。もちろん他触れるとこもあるんですけどね。こうやって封鎖されてるところは回せません。あれ?向こうか。場所がわかんないな、これマップが。そこ、もう角でしょ?端っこでしょ?こっちか。なるほど。こっちだな。この何?疫病っぽいの。プレイグかな?プレイグっぽいっすね。キラーは。アイコンのマーク変わったな。あ、プレイグだ。久しぶりのプレイグだな。プレイグの巣に、まあ、土砂物を浴びると汚染されて、汚染を放っとくと負傷状態になるってやつですね。あ、真ん中どこだこれ。あの建物か。行くか。プレイグ久しぶりだな。行くで。あ、早いと思ったら、チェイス中か。朝ポメいっぱいだからな。近くにいる。待って、近くにめっちゃいるんじゃない。追われてるし、これ救助いけないな。いや、今だ、今でしょ、行くの。あべ、まあ、カンっていう音が、要するに、サバイバーの汚染を、感染を消す泉があるんですけど、その泉を飲んだプレイグが、その土砂物攻撃がね、最初はね、感染だけなんですけど、それがね、攻撃に変わります。すでに1回受けると1ダメージ入ります。やばいな。まあ、時間制限なんですけどね、これもね。わ、感染、これ大丈夫かな?触るか。さあ、みんな泉で回復してるからね、やばいな。攻撃性高いな。えい、避ける。痛い。今度はステイ見るか。さあ、こっち離れるか。ここ何もないんだよな、ここな。中入るしかないか。吐く、汚染させる、逃げていく。取ってきてんね。行き場所がないぞ、ここ。こう、終わったな、これ。済んだな。済んだな。さあ、発電機切る。でも切れないの?破滅とか切れないの?いやー、やめてくれーやめてくれー抜け目がないプレイグ様でした。ちゃんと感染させておくというね。さあ、白くハイライトしたとか、その感染を治す泉ですね。そこの水を飲めば、まあ、回復もして感染も消えるというね。まあ、それを狙ってプレイグ様を感染させてるわけですよね。まあ、最終的にはそのサバイバーが、回復した泉を飲んで、その土砂物を攻撃に変えるのが目的ですね。あれ大丈夫かな。なんか後ろのサバイバーが走ってるんですけど、あれチェイスしてんじゃないか、もしかして。違うかな。どこにいるんだ、キラーが。わかんない。プレイグ様の位置がわかんない。後ろは大丈夫そうだな。全然音がしない。こっちは今来たのか。やべ、近寄ってくる。朝ポメー、朝ポメー、どこ。
さあ苦しんでおります。早くあの泉を飲まなければ。あでもシリュウどう行くか、そこもらうか、でこれもらうか、でこれ飲んでヤバいを直す、感性を直します。オッケー、さあ困ったぞ、これ来るぞ、こっちに。多分あの泉、今直したとこの泉はね、場所わかるんでね、あのプレイグ様からしたらね、キラー化して見えるので、あっちに行く可能性が高いです。どうだろうか。お、他のサバイバーも感染を直したという音です、今の音ですね。お、直したいな。ダウン。さあそこは地下あったかな、板そこにちまうな。ダメだ、スキルチェックが下手すぎる。はい、お、結束持ってますね。どっちに行くだ、どっちに行く、上だな。救助行くにしてもみんな回してんな。あそこ今多分チェイス開始でしょ、救助に戻ってきてる、戻ってきてる、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、こっちか、落ち着いて、探してるから、探してるから。痛い、ここ何もないんだよな。いやー変なとこ来ちゃった。救助行った？行けないよね、あれはね。追っかけてきてる。離れよう。よし、セルフケア。ここに一枚板があったな。救助行ったな。ナイス救助。さあ、これでどうなる？回復はした。残り発電機3台。ここら辺の回してるな。あそこに来たよ。これも、回せるか、これ。ほい。早く回したい。こっち来るんだろうな、担いだら。担いで、そこら辺のフックつって、まあ、こっち来るよ、絶対にね。いや、行かないな。やっぱ建物の方、集めるから結構回ってんのか。だから向こうの発電機を警戒してるみたいですね。さあ、ここを回せるんじゃないか。うまくいけば。サッカー回復した。シリルが負傷状態じゃない。汚染か。おっと、プレグ様、パワーアップしたな。キラーがパワーアップした。土砂ブスでもダメージ入る。やべえな。さあシリウも回復した。ナイス発射機ダウン。あーラストだ、ナイスファイト。さあこれね、最後の命をが途切れるまでに回し切りたい、回し切りたい。どういける、いったかな、これバレる、ショーバレるね、これね。当然こっち来ますよね。こうかな。あとその辺探しますよね。いない。離れるか。お、その奥に発電機自体ある。でもまた戻んだな、あれな。多分残り次第だから。ここで待つか。よし。過ぎ去ったかな。まあ油断はできませんけどね。まあそう。絶対すぐこっち来ると思うんですよね。残り1台イコール、残り3台あるんで発電機が。そのは多分ね、こっち来ると思うんだよな。場所が近ければ。2人感染してるな。
そう、ゲートも近いし、板あるし、なんとかいけるかな、これ。ここのポジション弱いですよね。板なかったら、もろくないから、ダメだな。あの、その、ここね、この奥に窓枠があれば、OK かなって感じですけど、すごいな。さあ、幹線道が進んでますね、ジルさん。みるみる進んでるな。回し切りたい。お、シリューが回復した。あ、ダメしちゃった。おー、どこでダメした？向こうか。あれはチェイスでダウンしたんじゃないんだな。チェイスでダウンしたのか。ノーあるかな？発動しちゃうかな？寸止めしとく？行くか、逃げるか。逃げよ。一旦。これ追っかけてくるんじゃないかな、これで。それ行っちゃうと、救助はいけない？ゲート開け、でも第二段階か、今。おっと、ここ行けない。救助行くしかないな。ゲート開けてる暇ないな、もうな。これは。また。よっ。おっと、ノーワン、やっぱノーワンですよね。そりゃそうですよ。そっか、開けちゃった。あ、出ちゃった。出ちゃったよ。出ちゃった。ジル、ジル、まあノーワンだからね。この状況はもう無理でしょう。申し訳ねえ。私が捕まんなければ。いけたかもしれないのに申し訳ねえ。まあ出たサバイバーの判断は正解ですね。うん、ノーワン、もう一人でね生きていればサバイバーがねチャンスはあったけど、ちょっと残り一人じゃきついよな、さすがに。はい、ということでございまして、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。